Hi everyone, my name is Mayuko. 皆さんこんにちは、Mayukoです。今お家にいる人が多いと思います。私ももう1ヶ月ぐらいずっと家にいる状態です。今日はお家でできる88個のことを皆さんに提案していきたいと思います。1、異国の料理を作ってみる。例えばトルコとかメキシカンとか、今だったらネットで調べればいろいろ出てくると思うので、違う国の料理を作ってみる。2、ヨガをする。3、丁寧にコーヒーを入れる。4、朝ごはんにリコッタチーズパンケーキを作ってみる。5、念入りにストレッチする。6、自由に絵を描いてみる。ちっちゃい頃に描いてたみたいに自由に絵の具でも鉛筆でもクレヨンでも絵を描いてみる。7、本気の断捨離、捨てまくりましょう。この際にもったいないはなし。8、今まで取りだめた日常の写真だったりとか、旅行行った時の写真をアルバムにしてみる。例えばなんか家族とか友達の LINE グループにアルバムを作るのもいいかなって思います。9、これはちょっと女子向けなんですけど、メイク研究。10、筋トレをする。11、将来のプランを考える。おすすめは自分が3年後にどうなってたいかっていうのをちょっと細かめに書き出してみて、じゃあその未来に行くために半年後までに何をしたらいいかなとか、そういうのをちょっと細かく書いてマニフェストしていく。12、書類の整理をする。基本は全捨て。これはちょっとこんまり先生風なんですけど、いらないと思います。13、本を読む。気になってた本を読んだりとか、自分の本棚に何あって前読んだけど読んでない本を再読する。14、ゆっくりとマッサージをする。15、とことんゲームをする。飽きるまでゲームをする。なんか動物の森とかやってる人が多い気がする、最近多分日本では。16、部屋とか家とかを大掃除する。17、一人でファッションショーをする。今自分が持ってるアイテムでファッションショーしてみると、まあ、こういらないものも何か分かるし、新しいコーディネートが見つかったりとか、いろいろ次お出かけするのが楽しみになるかなと思います。インスタとかでファッションショーのライブとかやってもいいかもって思った。18、瞑想をする。19、塗り絵をする。大人のやつ、ガチな塗り絵をする。20、友達と電話したりとか、今流行りのズーム飲み会をする。21、携帯のアプリを整理する。22、英語の勉強をする。普段日本語でこうよく使うフレーズを英語にしてみたりとか、私も今英語の勉強ちょっとしてるんですけど、リアル英会話っていうアプリを使って勉強してるんですけど、ネイティブの英語というか、普通にこうナチュラルな英文が載ってるのでおすすめです。23、映画を見まくる。24、死ぬまでにやりたいことリストを作ってみる。25、今まで撮ったビデオを DVD に落とす。写真もそうだけど、ビデオとかも撮って残りっぱなしだと思うから編集したりとか、ちっちゃい頃にガチのこうでかいビデオで撮ったやつとか、そういうのも DVD に落としたりしたらいいかなって。26、ダンスをする。音楽をかけてもこう自由にもう踊っちゃう、歌っちゃうみたいな。今ちょっと仮見えちゃったけど、そう。27、お風呂にゆっくり入る。28、パンを焼いてみる。私だったらオーブン壊れてるけど、クロワッサンかメロンパン、あ、ベーグル焼いてみたいです。29、テレビシリーズを見る。ネットフリックスとかかな、ジェンザバージンっていうのドラマはすごい面白かったからおすすめです。30、ヘアスタイルとかヘアアレンジを研究する。31、ビジョンボードを作る。ビジョンボードって聞いたことあると思うんですけど、自分がなりたい将来とか自分が行きたいところとかの写真をプリントアウトして貼って部屋に飾る。その夢に近づきやすくなるから、ビジョンボードは作ってみるのはおすすめです。32、資格試験の勉強する。33、部屋を浄化する。私結構スピってるので浄化するんですけど、青磁とか音叉、なんかチーンってクリスタルとかで音を鳴らすと
その場が浄化されるネットとかでもそういうアイテムいっぱいあるからそれをやるとスッキリするのでおすすめです。34 YouTube を見る。地味に私 YouTube 好きなのがカジサック、キングコングの梶原さんのやつが好きかも。35いつもお店で買うものの作り方を調べて作ってみる。ジャムとかカレー粉、ガチのカレー、カレー粉なしでガチのカレーを作るとか、あとディップを作ってみるとかは面白いんじゃないかなと思います。37アクセサリーを作る。さっきね、実は私も作ってた。じゃーん、私もっていうか今新作作ってます。38ネットショッピングをする。ネットはまだ空いてるのでネットショッピングはしたらいいんじゃないかなと思います。経済もちょっとでも回せるし、お金使うと。39後回しにしていたことをやる。まあ YouTube 始めたりとかホームページ作ってみたりとか、結構忙しくて後回しにしてたことって1個ぐらいはあるかなと思うからそれをやる。40好きな笑いを見て思いっきり笑う。41タピオカを作る。ちょっと遅い、ちょっと遅れてるかな。42 TikTok を見る。一回も見たことないけどなんか流行ってるっぽいから見てみようかな。43日記を書く。こういう状況であんまり普段書き物とかしない人とかは日記とか書いてみると自分の考えがまとまっていいかもしれないです。44昔の写真とか動画を見てニヤニヤする。45メイクブラシを洗う。46好きな曲を探す。こう今まで全然聴かない曲、ビルボードとかだったら洋楽いっぱいあるし、 Apple Music とかでもランキングとかあるから、そういうので自分が好きな音楽を見つける。47コラージュをする。全然関係ないです。3冊買って好きなあのところ、自分が好きなものをこう切り取ってコラージュして貼っていく。自分の好きが分かったりとかするから楽しいしおすすめです。48オリジナルカクテルを作ってみる。49携帯とかパソコンのストレージを整理する。50ピンタレストを漁る。ピンタレストって画像の検索サイト、私大好きでめっちゃ見てられるんだけど、そこで自分が見てわーってなるような画像を見まくる。51セルフネイルをする。52寝たいだけ寝る。普段お疲れの方も多いと思うので溶けるまで寝る。53感謝リストを書く。今こうやっぱ人間ってないものに目が行きがちって言われてるけど、あるものを見るといっぱいこう幸せとか豊かさがあるから、それをこう書いて感謝する。でそこに目を向けるようにするとハッピーな気持ちにもなるのでいいと思います。54書道をする。ちょっとハードル高いかな。55ミシンで縫い物をする。めっちゃみんな今布マスクとか作ってると思うけど、化粧ポーチとか筆箱とか何でもいいから作ってみる。56家庭菜園をする。57楽器を弾く。楽器に挑戦する。58お気に入りのバスソルトを買って半身浴する。59もしも自分でビジネスを立ち上げるとしたら…を考えてみる。私だったらなんかな、まあいっぱいあるけど秘密です。60ジブリ飯を作る。あのキキのニシンのパイとか、ハウルのあのエッグ&ベーコンの朝食とか、レシピとかも多分見つければあるからやってみる。61折り紙を折る。62 DIY DIY をする。63家族や友達とか周りの人に感謝を伝える。64洋楽を一曲完璧に歌えるようにする。私よくあのディズニーってやっぱ歌いやすいし簡単だから、ディズニーの英語を歌えるようにしようと思ってちょこちょこ練習してます。じゃあ次コロナが終わってこうカラオケに行けるようになったら、そこで洋楽を披露するのを目標にやるのはいいかなって思った。65フラワーアレンジメントをする。66自分探しをする。自分が本当に何やりたいんだろうとか、自分が本当に求めてるものを探してみる。67観葉植物の手入れをする。ちょっとなんかこう会話してみる。68次に行きたい海外旅行とか、まあ、旅行を調べて、めっちゃ調べて計画を立てる。69一日一つ新しいことに挑戦する。心理学の DAIGO さんの YouTube 見てて、新
新しいことに挑戦すると人はやっぱこう幸福度を得られるらしいので、新しいものを毎日一つ挑戦する。70、冷蔵庫とか食品庫にある食べ物の賞味期限をチェックして捨てる、全部もうクリーンにする。71、家の中で自分が持ってるアイテム、雑貨とか洋服とか自分自身でもいいけどこだわって撮影する、でそれを SNS に上げてみる。72、新しいアプリを試してみる。73、中学とか高校の時の教科書を読んでみる。今読むと新しい発見があるかもなって思いました。74、おうち居酒屋をする。メニューとか紙に書いちゃってテーブルに置いて居酒屋風メニュー作ってみる。75、自分が使ってる手帳を可愛くカスタマイズする。絵描いたりとかシール貼ったりとか。76、出汁にこだわってみる。77、家系図を書いてみる。78、自分が喋ってるところを動画に撮ってどんな感じか見てみる。自分が動いてるところとか客観的に見たら面白いかも。私も YouTube 見て自分が喋ってるのキモっていつも思うけど、あ、いつもは思わない、そうですとやめよう。いつも YouTube とかで自分が喋ってる声とか、特に最初こんな声なんとかなんか嫌だなって思ってたけど、最近はもう慣れてきたから客観的に見ると面白いかもです。79、昔の手帳を見返す。80、心があったかくなるような絵本を読んでみる。ま、あとは自分が好きだった絵本とかを読んでみるとなんか新しい発見があるかもしれないです。81、小説とか本とかの自分が好きなフレーズを書き出してノートに書く。そうすると落ち込んだ時とかヒントが欲しい時とかそのノートを読めばそこから何か得られるっていうか、本を読み返すのもいいけど次こう見るときに見やすいかなと思います。82、小さい頃に好きだった遊びをしてみる。ちっちゃい頃って本能で生きてるから本当にやりたいことやってると思うんですけど、なので本当にやりたいことやると心とか魂って喜ぶから、うん、ちっちゃかった時に戻ったつもりで絵を描いたり歌を歌ったりとかなんか工作したりとかっていうのをやってみる。83、レストランとかカフェとか外で食べた料理を再現してみる。84、買ったことのない雑誌を買って隅々まで目を通してみる。85、自分の取扱説明書を作る。10年ぐらい前かな、なんか血液型の説明書が流行ったと思うんですけど、そんな感じで自分の説明書を書いてみる。86、好きな作家さんとか好きなクリエイターの人にファンレターを書いて送ってみる。すごい喜んでいただけると思うし、自分もなんかそう伝えられたらハッピーかなとか思ったり。87、アクセサリーとか時計とか靴を丁寧にお手入れしてみる。ラスト88、今この状況でコロナが教えてくれてることを考えてみる。でそれを次にこうどう行動に生かすかっていうのを考えてみる。以上が私が考えたお家でできる88個のアイデアでした。1個でもできることがあればいいなと思います。大変な時が続いていますが、お家にいるようにして一人一人の行動がやっぱ大事だなって思うので、私もお家でできることをやったりとか楽しみたいと思います。いいなと思った方はいいねをしてくれると嬉しいです。あとチャンネル登録してくれるとすごい嬉しいです。ありがとうございました。Thank you for watching my video. See you guys. Bye.